エビデンスもクソもないような気がするんですけど、すごいそうでなんか説得力が異常にないっていうのは何なんでしょうね。分かりにくい。1000万円これもらいに来たんでしょ。はい、そういう態度じゃねえやな、まず。説得力ゼロじゃないですかこれ。収支表とかもめちゃめちゃで、はい、もう本当にオール取り付いてるかどうか分かんないっていう状況なんですよね、うん、全く無意味だから。いろんなものがまやかしないような気がしてきて失礼なんだけど、こんなので出す人いると思います？そこは間違っちゃいけないですよ。今回は通常飲むプロテインとして市場にあると思いますが、皮膚にマッサージクリームを塗ることによって経皮吸収で筋肥大する方法になります。塗るプロテインってことですか？塗るアミノ酸ですね。すみません、塗るアミノ酸。はい、塗るアミノ酸。体に塗るとじゃあ腕に塗ると腕がこう太くなるっていうことですか？筋肥大する方法です。何興味示してるんですか？いや本当にっていう、はい、本当なのかな、ね、っていうところなんです、うん、ちょっとにわかに信じがたいね。はい、聞いたことないです。これちょっとごめんなさい、そもそもなんですけど、はい、これって誰が何のために使うものなんですか？ターゲティングは一応30代から60代で考えてまして、まあ、先ほど飲めない方に関して経費吸収することによって。何を飲めない方？あ、プロテインをですね、すいません、はい、私プロテインとか飲まないんですけど、誰がターゲットなんですか？あ、ターゲティングは30代から60代の男女と考えております。あ、違う違う、何をやる人、何をする人がこれを使うの、はい、っていう。動きたくても動けない方であったり、例えばどういう人ですか？例えば介護施設でにいる方であったりとか。いるっていうのはどっちですか？働く側か、老人ホームにいる。あ、いや、患者さんとかですね。ああ、医療品。あ、そういう使い方なんですか？まあどなたにもいけるとは考えてはいるんですけど、うん、今回その PMDA って言いまして、独立行政法人医薬品機構っていうところがあるんですけど、医薬品になるかもしれないっていう部分と、医薬部外品になる可能性があるっていうことで、厚生省の方と話をしているっていう形。ごめんなさい、30代から60代がターゲットで、なんでその、なんで老人ホームが出てるんですか？そこの時点でもターゲットがずれてるんですよ。めちゃめちゃですよね。30代から60代にした理由も実はありまして、45.7% が、筋肉を増強したい、筋量をつけたいという統計が取れてます。で、2個目が健康になりたいという方が 40.8%、はい、タンパク質を取りたいという方が 40.7% いるので、はい、30代から60代がその統計になります。で、一般の人が使うってことですか？はい。あ、一般の人、例えば私とかが使うっていうことですか？そうですね。何のために使うんですか？今までプロテインを飲んでた。いや、飲んでないですよ、プロテイン。飲んでない人の代わりに、はい、そのスポーツジムであったり、整骨院であったり、高級ジムであったり、そういうところにプロテインの代わりに塗るアミノ酸として使っていただく。わかりました、わかりました。プロテイン飲んでる人がプロテインの代わりに使うものって考えていいですか？わかりました、わかりました。はい、なんでそれで老人ホームの人にちょっと言ったの？日本で一番の高齢者化社会になってるんで、29.1% いるんですけど。日本で一番の？あ、世界では日本が一番なんですね、高齢者が。はい。でなのでそこにも、まあ、使えるという、まあ本当今日は30代から60代なんですけど、高齢者にも使えますよっていう。なんかピンとこないけど、あと何、運動してない人がこれ塗るだけで筋肉つくの？そうですね。本当？嘘だ。本当に運動してない人が本当に？すげえ発明じゃん。はい、そうなの？いや、マジで。私は知らないですよ。運動してなくても塗るだけで筋肉つくってありえんの？科学的に。いや、自分は全然わからないのでにわかには信じがたいですけど、もしそれが本当なら、私も含めてボディービルダーも体に塗りたくりますよね。オイルじゃなくても勝手に筋肉がつくと。エビデンスもクソもないような気がするんですけど、すごいそうでなんか説得力が異常にないっていうのは何なんでしょうね。塗るだけで筋力増加するとかっていうような、そういうようなことを言っちゃうから説得力がなくなるんですかね。塗ってあくまでも日常生活をして運動した場合にっていう話ですよね。そうですね。そうですよね、はい、あと手指計画のところとかに、はい、数字書いてあるんですけど、ここら辺も点が、ま、数字に点が全くないんで、いくらか分からないとか、はい、医薬部外品のことを、化粧部外品とか書いたりとか、はい、まあ、なんかものすごい細かいミスが多くて、ものすごいことを言ってるのに、なんかちょっと説得力がないんですけど、はい、これやっぱすごいものなんですか？そうですね。やっぱそれはやっぱり飲むよりも塗った方が良くて、塗った方が効果が出るからすごいと。そうですね。脂肪がやっぱり下がるっていうことですね。なんか表が分かりづらいね。この増えてんだか減ってんだか、これなんかちょっと表を解説してもらっていいですか？どんくらいだって、飲んだ場合と減ってる、塗った場合
でなんかこうさ、ページをこう比較しないといけないでしょ、1ページ目2ページ目、はい、横に書いといてくんないとさ、でどっちがプラスいくつになって、で別に人によってはこれ増えてなかったりしますよね。そんなことない、全員増えてるの、全員これ飲んでる人より増えてるの、はいはいなの。いやでもあれだよね、傾向とこの塗るやつとの比較でいうと4人中2人は傾向の方が増えてるよね。そうですね、ですけどいや だけどそのメリットとしては、うん、結局は体脂肪量が減少しているっていうところなんですね。蛍光吸収は全部こちらの概要では、俺かけてもいいけど、これにこっちの経費の方は入浴後だからと思うよ。入浴後体脂肪減るよ、はい、風呂入った後測ると体脂肪減ってるもんね、はい、なんで入浴後と、その後の3枚目ですね。あ、3枚目クリームシップ後っていうのがございまして、そこはお風呂のその特許も実は取っているんですね。お風呂の特許、あ、そのマッスルボムみたいな形でお風呂入れば筋肉が増えるみたいなのも取ってるんですよ、その発明品として。でその3つ目に書いてあるクリームシップ後っていうところが今回のマッスルアミノの話です。あ、これか、3と4になります。分かりにくい、感じないですね、うん、めちゃくちゃ分かりにくいし専門用語も飛び交ってるし、これはせめてよ横になってないとさ、ページでこんな一個一個数値を覚えて増えてますねなんて見れないよ。そもそもそんななんか偉そうになんかデータみたいなばっか専門用語ばっか並べてっけどさ、1000万円これもらいに来たんでしょ。はい、そういう態度じゃねえやな、まずそう偉そうなんだ、それはそうなんかすっげえ偉そうに感じんで、もうちょっと、なんつうの、親切に説明してくんね。あとなんか、レイワルトの3回目の挑戦なんですか。はい、え、3回目の挑戦です。いや、つまり、放送は3回されてるわけじゃなくて、面接で2回落ちてるってことですよね。面接と資料で、その理由は何だと思いますか。今、おっしゃったように、まあ、分かりづらい資料だったの可能性もありますし。令和の虎を落ちるって結構やりますね。なんで落ちた？なかなかね落ちないと思うんで、だから多分やばいなって思われたんでしょうね。何が？態度がですか？いや非科学的だと思われたんじゃないですか。あ、うん、でもそういう人にやっぱ可能性はあるよね。ワンチャンあるんですかね。でもまあそれを信じたいんだけど、資料が分かりづらいし、ご自身もめっちゃ筋肉があるわけじゃないしね。手作りさんが毎日塗って本当かってね、右側だけ塗ってみるとかさそうですよ ね、 ね、そういうのがないとさ、はい、分かんない自分だよ。もうなんか筋トレしちゃダメだよ1年間。いやもうそれ耐えられないですよ、ね、だからめちゃくちゃなんか専門用語言ってこうそれっぽいこと言って、データもついてるけどさ、データも分かりづらいしさ、そりゃ寝ちゃうよ笑, , 笑顔はいいんだけどな、なんか態度悪いんだよな。でもなんとなくそれ分かります。分かるっすよね。なんとなく分かります。 なんていうのかな、分かってくれよみたいな押し付けがましいっていうか、はいはい、なんとなく分かります。まあ一言で言うとだからみたいな感じするよね。そうですね、うん、俺なんで説得力ないか分かったわ、はい、あのね、過去マッスルを歌った人の中で一番姿勢が悪い。あ、こうだもんね。話し方が、すいません、うん、それだよ。構築できる目処があるってことなんでしょ。はい、うん、でもさ、やっぱ順番逆じゃん。そしたら、はい、ここに出てくるんだったら自分の体で試してみるなり、販売網が確立できる見込みがあるんだったら、そこである程度売ってから来れば全然オールになると思うんだよね、はい、今それがありますって口では言ってるけど何も動いてない中で1000万のお金が出るとは思えませんけどね。説得力ゼロじゃないですかこれ。なんか焦ってるんですか。まあ焦ってるっていうわけでは、まあ焦ってる、まあ実際オールを取りに来てるんで、お力添えはいただきたいなって。そうなんだけど、オール本当に取りに来るんだったら順番が逆じゃないかという話をしてて。そうですよね、うん、ね、井口さんね、取りに来るんだったらその辺先やってから来ますよね。そうですね、うん、それですし、もう収支用とかもめちゃめちゃで、はい、もう本当にオール取りに来てるかどうか分かんないっていう状況なんですよね、うん、これ収支用ってこれ自分で作られました。はい、これでも間違ってる部分が実際あって、1ヶ月目は
れることになってるんですよ、はい、でどん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 売り上げが伸びていってその後どん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 落ちていって、はい、12ヶ月目にはしか売り上げ上がらないことになってるんですけどこれどういうことなんですか。一応閑散期と繁忙期っていうのがスポーツジムで私もパーソナルジムを経営してますのでこの月は12月が閑散期なんですか。そうですね。あなるほど。で7月とかが一番 1,2,3,4,5 月が一番売れる、はい、で利益がとんでもないすっごい利益になってるんですけどこんくらい利益が出ると1年でくらい利益が出ることになってるんですけど、はい、出るってことですか。はい、なるほどね。わかりました。ちょっとビジネスに対する見地というのがちょっとまだ足りないかなっていう感じはしますね。1年で利益が出る事業なんだったらみんなやりたいですよね。もしかしたらこれ単位間違っても単位がずれちゃってるのかな、よくわかんないですけど、はい、まあとにかく資料がめちゃめちゃなのは確かです。まあ、特許って言いますけど、はい、特許取っちゃったら内容は なんか分かっちゃいますよ。中国に学ばされたらどうするんですか、はい、みんなでなんか特許取りゃいいと思ってるんですよ。特許っていうのは取った後どうやって特許を守るかが難しいんですよ。そうですよ、ね、全然違うんですよ。特許どうやって守ります。中国似たようなクリーム出してきて100円で売りましたって言ったらどうやって守ります。それまあその部分はそうですね、特許って2つあって1つは信頼のために取る、でもう1つはやっぱり製品を真似されないために取るって2つあるんですけど、もし製品を真似されないために取ってるんであれば全く無意味。特許取るよりも特許守る方が 1000倍大変ですから、やっぱその特許守れないですよね、はい、だから特許取ったって威張るのはあんまり良くないかもしれないですね、はい、だから本当は特許取らずにやった方がいいような気はしますけどね、うん、これ特許の申請した資料とかないんですか。査定書がまあ、ここの中にはないんですけど査定書は一応持っていて、それ見れる今USB の中に入ってるんでここの中では一応その比較例と実施例の部分に関しては、うん、特許資料の中からホチキスで止めさせていただいてます。うん、いやいや、この表の意味は何ですか。いやなんかちょっとさっきからいろんなものがまやかしないような気がしてきて失礼なんだけど、これもなんか特許取ってますっていうのを言いたいがためのなんかまやかしに見えるんだよね。でもよくよく見ると別に特許の申請の表でも何でもないし、ただの特許出願の価格表じゃない。なんでこれをわざわざここに入れてきたのかなっていうのも分かんないなと思って。どうしてなんですか。販売事業者または販売元事業者の申請をしないといけませんので、まあ、医薬品か医薬部外品で金額が違いますっていう資料です。いやいや、これ申請手数料ですよね。はい、で医薬品と医薬部外品とどのくらいかかるか知ってます。医薬部外品はちょっと調べてないんですけども、医薬品はどのくらいかかりますか。医薬品で新薬になると2000万かかりまして、そうですね、で実績があるっていう会社に関してはその物質に関しては67万円で、期間はどのくらいかかるか知ってます。5年ですね。はい、5年。そうですよね、はい、だから5年後に販売できるってことですよね、はい、そうするとこの計画とかもうね5年後ですよ、帰ってくることになっちゃう。5年後なんだ。いや5年後ではないんですけど、その期間っていうのは申請が下りるまでっていう。そうですそうです。それは1年から1年半です。まあうまくいってね、はい、ちなみに部外品でも全然1年以上かかりますから、普通にやったら。だからそんな化粧品だって結構かかりますからね。これ医薬品取って個人で取ろうとしてやったら多分とんでもない期間かかりますよね。まあそれからの話ですよね。そうです。わかりました、わかりました。まあでもやるとしたら医薬品と、ね、取ってちゃんと医薬品として売り出した方が売れますよね。はい、ただそれはものすごい大変なことっていうのはまあご存知の通りだと思いますけど、はい、だからちょっとすごいやろうとしてることのすごさとなんかちょっと大変失礼なんですけど、はい、山田さんのオーラみたいのがちょっとかけ離れちゃってて、はい、これで医薬品取ってもう利益売るんだって1年間でね、ちょっとそんな感じにはまだ見れないっていう、そんなようなイメージになっちゃってますかね、はい、そうですね。これだけ博打性のあるビジネスに我々が1000万出してですね、年利 10% で2年間って書いてあるんですよこんなので出す人いると思います。いやこういうのって夢があって博打性のある話じゃないですか、はい、それにこっち1000万突っ込んだんだったらもうせめてね、自己資金が確か20万でしたっけ、はい、ですからね、利益そんな 90% 取っていくっていうようなイメージ、あ違う、どのくらい取っていくんですか利益。一応2年間で 10% なので、はいはい、でも2年間で 20% ですね。1年間 10% ですので、ですよね、1000万投資していただいたら2000万円お返しするっていう形です。200%、200%、そうですね。
なるほど。あ、これを10と100を間違えてたんですね。はい、すいません。なるほどね。じゃあ 10% はやべえと思って。なるほどね。間違い多すぎなんだよ。まっすぐこれね、資料ほとんど、まあ、細かいこと突っ込んでもしょうがないんですけど、そこは間違っちゃいけないですよ。だってこれだったら10万の10万の20万返ってくるようなイメージですから。あ、ごめんなさい、すいません。1ページ目だよ。200万か、200万返ってくるようなイメージですから、1000万で1000万、2000万っていうイメージだったんですね。はい、なるほどね。もう最初から見方が全然違っちゃいますからね、それですと。なるほど。数字があんまり得意でいらっしゃらないのかな、ね、そうですね。申し訳ございません、バタバタしてた部分があったので。いやいやいや、バタバタなんでしてんの。なんでバタバタしてんの。バタバタしてたもんね、すごいね。最初から忙しかったな。あ、バタバタしてて、もっと言うし、ね、資料作れなかったね。あんましょうがない、しょうがない、忙しかった。優先順位の問題ですから。こっちに労力使えよ。すいません。バタバタ何でしてんのよ。なんか生活とか借金に追われてるやつに金投げねえだろ。何でバタバタしてんのよ。まあ今営業が朝7時から夜10時まで、まあ自分のジムだけではなくて出張に行ったりとかちょっとしてまして、で今回の資料も夜中1時ぐらいですかね、一応作らせていただいたっていう経緯がございます。じゃあ片手間で作って片手間で志願に来たの。仕事しながら作りました。それは否定しないってことだ。いや、でも今回はお願いしたいです。いや、全然説得力ねえし。これなんで20万しかないの、そんだけ働いてんのに。自己資格確かに、だって1位なんだろ。だって確かに、パーソナルトレーニングでさ、これ桁間違ってるか、これも桁間違ってる、これも桁間違ってないですよね。桁合ってる。自己資金20万しかない。200万20万どっち。20万です。おお。なんでそんだけしかないの、そんな営業1位まで取ってんの。まあ、今回その特許資料を5つか6つぐらい出してるんで、そこにちょっと当てすぎたっていうことと、あとはそのテレビの方も出したりとか、あと、あ、テレビとかにも出たんですけど、テレビ MX とかに出たんですけど、そういう金額もお金が出たりとか、その広告でかなりお金を使ったっていう。それいくら使ったの、ちなみに。それは全部で、その MX は70万か80万ぐらいなんですけど。それはこれの宣伝で出たの。それではないですけど、そのパーソナルジムの宣伝なんですけど。それなんで自分のパーソナルジムの宣伝ってこと。はい、うん、まあ、パーソナルジムの経営がうまくいってないってことなのね、ざっくり。そうですね、ちょっとしか利益はないですね。ちなみに利益はどのくらい。年商がで、損益分岐点、利益がだいたい年間に全然計算合わないですけど、まあ、本当そうです、計算合わなくない。全然合わないですけど、出てる、はい、出てる、それ計算合わないじゃん。自分の給料入れてます、入れてないですか。入れてないです。ああ、なるほど、厳しいですね。うん、あ、じゃあ入れてないってどういうことですか。あの、役員報酬は経費の中に入ってます。あ、入れてるんですね。入れてます、ね。じゃあ200万とか300万とかあるんじゃないの。なので先ほどお伝えさせていただいたように、うん、特許とかに出したりとか、まあ、広告宣伝で出したりとか、ちょっとそこを出しすぎたっていう。うん、それは自己資金の中にまず入れてもいいと思うんだけどね。ああ、確かに、うん、ですよね。そうですね、うん、特許申請費用とか入れていいですよね、うんうん、なるほど。とりあえずでも数字弱すぎだな。そうですね。ああ、苦問式いっとこい、苦問式。まずはユージさん、お願いします。はい、ナッシングです。では続いて井口さん、お願いします。はい、ナッシングです。ですね、どうしても塗るものよりも糖質ゼロのプロテインの方がいいと思いました。以上です。はい、ありがとうございました。では七井さん、お願いします。すいません、ナッシングです。では続きまして、茂木さん、お願いします。本当に効果があるんだったらすごい商品だと思います、はい、でも説得力がもうゼロすぎる。リライブシャツもね、あの場であれだけの効果が見えたからみんな買ってくれるわけで、それと同じことをやらないとダメです、はい、というわけで、まあ、リベンジで、はい、別にリベンジ版に出しますと言ってるわけではないです、はい、では最後になりますが、林さん、お願いします。はい、ナッシングです。資料が分かりづらいということは、人の気持ちが分からないということだと思うんですよね。人の気持ちが分からないとなると、やっぱり従業員もついてこないかもしれないし、売れないんじゃないかなっていう。まあ当日ね、いろいろうまく喋れなかったとかもあると思うんですけど、資料が分かりづらいっていうのは良くないですね。以上です。はい、ということで今回は残念ながら希望金額には達しませんでした。ナッシングです。お疲れ様でした。ありがとうございました。